ダウ理論って実際現代の相場に反映して利用できるかな？この動画では3年間のドル円冷やしチャートを遡ってダウ理論が実際に使えるのかを検証していきたいと思います。実際そのダウ理論、前回の動画、提供した動画内容をまだ見ていない方はですね、後ほど YouTube にアップするので、右側のアイマークをクリックして動画見てください。そこでダウ理論をすべて初心者用に説明しております。ということで、このダウ理論なんだけども、前回見てもらった方だったらわかると思うんだけど、ちょっと見ていこうか、どういった内容だったか。これが前回説明したトレンドには2、3種類あるっていうことで、There are three kinds of market trends ということで、主要トレンドと二次トレンドと、minor trends も、小トレードっていうの、ショートレードよくわかんないけど、とりあえずここでは、例えば主要トレンドだったら1年から1年ちょいのサイクルとか書いてあったり、二次トレンドだったら3週間か3ヶ月、minor trend だったら3週間未満のサイクルだよみたいな感じなんだけども、そもそもこの、ダウさんっていうのは1800年代の人なんだから、結局いろいろ今の時代に調整されていってるんだよね。その時代はやっぱり相場の動きもちょっと脆いっていう言い方したらダメだけども、ちょっとやっぱ遅いんだよね。やっぱり相場に入ってる人数ももちろん違うかったし、その時代の取引高とか考えるともうおそらく違うと思うんだよね、今の現代とは。だからちょっと調整がいるんかなとか思いながら相場を見てたんだけども、あと主要なトレンドは3大会からなるってことで、まあこの辺はそんなに変わらないかなとは思うんだけども、その先行期があるとか、フェーズ域があるとか、リグ域があるとか、これはまあもちろんフェーズがあるよね。今もこれは変わりないと思う。実は実際にその相場を見てどんな感じなんかなっていうことで、これドル円をちょっと拝見したんですけども、2016年の1月あたりから、まあ、1月をちょっとスタートとして、縦線でその1月、のスタートの日、相場が開いた日を縦線に赤印をつけてるのね。一つのフレームを入れなくちゃダメでしょ、分かれるってことも。そのダウ理論をこう収めようと思ったら、まあ、一連の区切りが必要で、でみんな多分分かりやすいとしたら、この1月のスタートの切り出しの日付かなって思って縦線をとりあえず入れました。なので2016年1月4日に1つ、2017年1月2日に1つ、2018年1月3あ2日がスタートだったか、そこにも1つ入れてます。でこの縦線を見てパッとトレンドどう思う？この期間内の全てのトレンド、ナンシーはとりあえずこうやって引いたのね。なんじゃこりゃみたいな感じで説明します。まずそのプライマリートレンドっていうのは、その1月のスタートから期限に、まあ、3つ以上のポイント、高値をちょっと一度引いてみたのね。その2016年の1月4日から引いてみると、明らかにダウントレンドの期間があるんだ。しかしこの10月の、初め頃からだんだん徐々に上がっていってブレイクしてるよね。そこは何が起きてたかっていうと、そうトランプ選挙、選挙でこうズドンと上がっていったのね。このファンダメンタルも必要なんだよね。たかがダウ理論だけでは済ませないっていうのがこういう時なんだよね。だって下の方でさ、みんなプライマリートレンド、主要トレンドを例えば信じて売りをしてたらえらいことになってるよね、ここで。でも基本的にはその1月4日から、まあ2016年の10月あたりまではダウントレンドっていうのが言えるから、赤でその主要トレンドとして考えられるポイントを赤で引きました。でその次にブルーで引いてる、ちょっとアップトレンド的なラインをサポートしてるところっていうのが、これが二次トレンドとして、二次トレンドは覚えてるよね、その主要トレンドの逆方向として見るから、まあこのブルーのラインがその二次トレンドになります。だから二次トレンドが起きることって結構なかなかあるよね、あるあるみたいな感じで見れるよね。で次に黄色で線を、横線、水平線を引いている部分っていうのがちょっとレンジっぽくなってるかなっていうところに引きました。これがおそらくそのマイナートレンド、小トレンドかショートレンドかよくわかんないけど、そうそう、
ってことで、そう、レンジ相場引きました。で、次に、そしたら、次の2017年から2018年までのを見ると、まあ、ダウントレンドが主要トレンドかなって思うけど、また、年末にかけて、ちょっとブレイク、またして、まあ、それほど2016年ほどじゃないけど、ブレイクして、レンジっぽい感じになってます。ブレイクして、どうしようかな、みたいな。で、次、2018年を見ると、またダウントレンド。うん。基本的にはダウントレンド。でも、また、それをブレイクして、今、ちょうど、どうするみたいな感じになってるんだよね。だから、このどうするがまたどうするに続くんかな、みたいな。ちょっとレンジっぽくなるんかな、みたいな。でも、ブレイクしてるからな。まあ、そんな感じで、この主要トレンドと、二次トレンドと、そしてマイナートレンドっていうのは、まあまあ使えるかなと思うけども、この2018年のその妙なこのプライマリーチェーンに、主要トレンドのそのアングルにしてもそんなに角度がついてないよね。だから動きが微妙にこう浅くなってきてるかな。だから今ブレイクしてるけども、このブレイクのまた方向をちょっと確認して今あんまり取引時じゃないんかなみたいな感じでナンシーは思ってる感じです。あ、そうそう、でこれフェーズなんだけども、この次にフェーズ、彼が言ってたフェーズみんな覚えてるかな。これチョレやって、これ右下に出しとくけど、先行期、追随期、そしてリグイ期っていうのがあるって言ってたんだけども、さっきの画像にさらにですね、四角い、はい、ブルーの枠を入れました。おそらく、このブルーの枠、あ、そうそう、途中でね、なし、時間がなくなったの、ごめん。だから、ここで、先行期だけを四角い感じにしたんだけども、どうなるかな、みたいな。だから、だいたい10月からかけて、このちょっとレンジ的な、ものがスタートするんかなってナンシーは思ってる。まあ、2016年はちょっと特殊だから何とも言えないけどね。アメリカの選挙があったから。でも大体、こうトレンドがはっきり決まってブレイクしたところ、水平線をブレイクしたところっていうのが、もうそのトレンドに乗っかる瞬間なんかなみたいな。でも基本的にダウントレンドっぽいけどね、ドル円。だから今で言うと 110.3 ぐらいのラインをブレイクしたらまた ダウントレンドに入っちゃうんかなってナンシーは思ってる。 110.3 あたりだね。でもダウ理論みんなどう思う？実際に使えると思う？みんなの意見ももらえたら嬉しいな。ちょっとコメント見ていこう。俺の中でナンシーはずっと上げトレンドや。ありがとう。上げトレンドなんや。ありがとう。ルカさん、ダウ理論はただ相場が上がったり下がったりする現象のことを指しているものだと思ってます。なるほどね。もう上がったり下がってたりするって、それ相場やん。それが相場やんな。思わん。太郎さん、ダウさんが使ってた手法だろう。うん。手法はこういう見方で取引をしなさいっていうメンタリティ的な部分でもあるね。メンタルをヘルプするようなもの。ふわしがトレンドになってるのか見極めが難しい。結果論でしかわからない。そう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 。本当にそうだよね。もうだってさ、そのテクニカルとかでもそうだけども、結局そのテクニカルでこう、例えばちょっと過去のテクニカル、もうどうなんかなみたいな感じで検証、過去を見て検証したらさ、それ答え出た後の結果を見てるだけだから、実際にどうなのかっていうところだよね。わかる？ナンシーが言いたいこと。ナンシーちょっと言葉難しいけど、ナンシーね、最近ね、ある人の FX のあれを見るのがすごい楽しくなってさ、ちょっと真似ようと思ってる YouTuber がいるんだ、FX 系。さて誰でしょう？男の人だよ、男の人。また真似ると思う、今週あたり。